はい、お疲れ様です。山です。ボイスオブカードで基礎内のミックを続けやっていきます。ということで入り口を見つけたんで行くんですけど、ちょっとすげえいびつなんですけどここら辺までね、確か東の島をね探すときになんか開けてたんで、ガーって言って壁ぶつかってこう行ったら見つかったみたいな感じですね。でまあここら辺またね全然開いてないですけど、また開けます。はい、大海原、胸が躍りますね。ね、もう陸に上がるんですけど。海を渡りたどり着いたのは北の島。北の島で語られるのは白き衣をまとった白の巫女の物語。では早速島への上陸準備を始めよう。関節の山脈が連なる北の島、その壮大な頂は人々に己が小ささを思い知らす。船旅にも慣れた様子でラティは船の停泊の準備を手伝ってくれる。対してラックは相変わらずラティのフードの中でダラダラしっぱなしだ。ラックは今晩ご飯抜きだなと君は思いつつ航海地図を開く。桟橋からは整備された街道が続いている。その先に国があるに違いない。街道か、初めてだね、そういうちゃんとした道があるのは。はい。でまあ RPG で言うとこういうね雪国はだいたい最後の方だよね。あんま意識してなかったけど、このゲームのボリュームはどうなんだろう。前作よりも増えてそうな気はするんですけどね。うん、まあとりあえず道沿いに、ああいきなり右に、おお、いいね。敵は、まあ、どっかで見たようなやつばっかですね。で、一応、東の島終わった時にゲットしたこのミラージュバーストって技はね、結構いいですね。全体ダメージ与えて、その後に、ダイス2個で出た値を味方全体の攻撃に追加するってあるんで、3ターンね。めっちゃでかい。で、ジェムも5つなんで、まあ、多いっちゃ多いけど、そこまで、合体技としては別にそんな多くはないのかなって思ってますね。とりあえずラティに装備させてますね。ね、はい。じゃあやっていきましょう。そんな強くないよね。まあ、どっかで見たやつだし。おい。なんかここに見えるんだけど、黒い線みたいなのが。なんだろうね。で、あとそうだ。装備を変えてますね。バランの、装備を変えてますね。刀かな？なんか雷宿ってそうですけどもね。黒き思い出の器ね。一番強いかな？ね。まあそりゃそうだね。だんだん強くなっていくよね。はい。あ、で、そうだ。ラティにあと、なんだっけ。疾風炎武ゴロムかな？をつけてますね。お金がまた溜まってたんで。ちょっと待って、ここ気になるんだけど。あ、そうか。そういうことか。ここなんか黒い点が気になったんだけど、関係ないですね。上。はい。うん。他の島では見たことのないような白く荘厳な門。すごい。門を通って。君たちが都の中へと足を踏み入れようとしたその時、その時、真っ白な装束に身を包んだ人物が逃げるかのように走り出てきて君たちにぶつかった。
これすごいね。仮面の兵士、ピエロみたいだね。白く装飾された仮面で素顔は見えない。手に武器を持っていることから都の兵士のようだがなんと、あー、こっちかな。勢いよくぶつかって転んだ仮面の兵士に君は手を差し伸べる。邪魔をするな。仮面でこもった威嚇の声が君たちへ向けられる。相手は戦う気のようだ。はい、もう随分余裕がないみたいですね。光ダメージ、できればこのミラージュバースト、これを狙っていきたいね。ダイス2個分の攻撃がアップするわけだから、めっちゃ強くなるよ。じゃあ、貯めようか。貯める系のコマンドしか使わないようにして、主人公も、あ、パラライズブローどうかな。一発。10。ああ、まあそうだよね。ああ、攻撃弾。これも使っときたいな。ちょっと待って。全然たまんない。はいはい。OKOK、全然。3回復するんだ。で、まだ使えないと。貯めて、で、ついて、うん。まあ言って、まあパラメータ下げてますけど、そんな強くはないね。叩く。切らないんだ。剣持ってるのに切らないんだ。さあ来たよ。これでミラージュバースト、まあ防御上がってますけども、敵のね、このラティにつけてるんでダメージ自体はね多分ほとんどないと思う。まあ見るべきはこの攻撃アップ4か4か。できれば6以上欲しかったね。まあ、いいか。さあ、フレームラッシュはね、結構強い。どうしようかな。フレームラッシュにしようか。フレームラッシュ2倍なんだよね。だから今の54のダメージが出せるってことかな。で、サンダースライクは、サンダースライクは10に追加だから、これ外してもいいかもね。どうだろう。でも雷ダメージだからどうだろう。一応フレームラッシュの方が多分強いと思うんで、これを使っていきましょう。今ね。おー。ゴー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 って。で、つっつく。この人は、この人基本つっついてもらって、ホワイトヒール。はいはい。めっちゃ回復すんな。攻撃アップ。やばい。で、どうしようか。殴ろうか。あ、ワンチャンこのターンで終わるね。で、フレームラッシュ。お、めっちゃ出た。だいぶ強くなってきたね、みんな。君が敵の剣をいなすと、仮面の兵士は西の方角へと逃げ去っていった。
はい。まあ、逃げたのは西っていうことですけども、一旦町に入ろうか。用があるのはこっちだよね。まあ、こっちというか、巫女か。巫女がいるとこに用があると。都中の白い装飾に中心を流れる澄んだ水路。これまで訪れたどの村々よりも美しい場所だ。純白の都へようこそ。門番の兵士が脇目も振らずに声をかけてきた。町中を監視している様子だ。君が見渡すと都の一角に荒らされた跡があり、兵士たちが集まっている。事件でもあったのだろうか。それでも都の住民たちは何事もないかのように平然と日常を続けている。風変わりな光景だ。汚れを許さないかのような純白の都、白き景観のように歴史も潔白なのだろうか。うん、そういうことが日常茶飯事ってことではないよ。これかぽいよね。か、無関心か、我関せずみたいな感じかな。問題ごとにはね。か、見てみないふりか。うん。はい。まあ、変わった都ですね。はい。じゃあ話を聞いていきましょうか。ようこそ純白の都へ。門の右側を守る兵士と声を合わせるように言う。うん。白き衣の兵士。多分相方は一緒だよね。ようこそ純白の都へ。門の左側を守る兵士と同時に声を上げた。はい。さあ見ていきましょう。はいはいはい。白き衣の兵士、彼女の仕事は、あ、そっか、女性ね。はい。門の番人だった。うん。職務中は身動き一つせず門を守り続ける。中には彫像だと勘違いする通行人もいたとか。ああ、彼女の特技は立ったまま居眠りすること。おお。幸いにも顔は仮面で隠れている。まさか職務中に彼女が寝ているとは誰も思うまい。そうか。微動だにしないんだね。なんか動じないっていう風に取られてるんでしょうね。なんかあってもね。まあそれもどうかと思うけど。まあ特技っすよね。日本でいうところの満員電車で寝るみたいな、そんな感じかな。兵士は道行く人々を険しい顔で見ながら、時折紙に何かを書き込んでいる。うん。険しい顔ってわかんの？ちょっと見えんのかな？隙間から。はいはいはい。彼は未だ戦いで敗北を喫したことがない。あ、白き鎧の騎士ね。これまで対峙してきた数多の敵は、剣を交える前に彼の前から逃げ出してしまう。武勇が轟いていたのかな。彼は鎧を脱いだことがない。食事の時も風呂に入る時も、それゆえの強烈な悪臭が上昇をもたらしていることを自身は知らない。いざ退治したら逃げ出しちゃうんだ。すげえな。その鎧で風呂入っちゃダメでしょ。逆にすごいけどね。群れる。巫女様と兵士さんたちのおかげで都は安全なの。そういう少女の笑顔は悩み事とは無縁そうだ。はい。なんか持ってんの？指揮棒かな？はい。白き衣の少女。はい。少女は絵に描いたような優等生だった。立派な騎士になるため、毎日剣の腕に磨きをかけている。あ、剣かな？なんか持ってるよね。
少女の真の目的は両親の命を奪った騎士への復讐。それを果たす日まで彼女は優等生を演じ続ける。ちょっと前作の白くに似てますね。ただこの世界線じゃない時間軸は前作よりも前だから違うよね。でもなんか似てるね。関係あるかもね。はい。都の美化にご協力をという兵士の手にはゴミ袋が握られている。純白の名を維持するのも大変だ。頑張ってんだ。特に気にならないかな。そういう白をね保ってんだね。このお店で買えば隣のお店でも買わないとと女は首飾りを選びながらつぶやいている。だって不公平じゃない。女はそう言いながら首飾りを試着している。そういや並んでんね。ここはないけど武器屋、装飾屋だけか。装飾屋だけ並んでるね。そうなんだ。事件が起きても巫女様や兵士たちが解決するよ。そういう少年は平和な都に退屈しているようだ。デザインかっこいいよねやっぱ。はい。埋まったね。少年、はい。その屈託のない笑顔が愛らしいと周囲の大人たちは少年のことを可愛がっていた。欲しいものはないか、食べたいものはないかと。少年の日課は鏡の前で作り笑顔の練習をすること。少し笑ってみせれば大人たちは何でも与えてくれるのだから、単純なものだ。自分のね武器を分かってますね。はいはい。なんだろうこの優しさというか、表面上の何かの裏にいろんなものが隠れてますね、この国はね。ここは立ち入り禁止だと兵士に止められてしまった。だからこの町の地下とかめちゃくちゃ汚いんじゃない。あるかもね。さあこの多分2人が目的だと思うんで、一旦町の施設、武器とか見て買うものがあれば買ってみたいな。はい。君たちはやけに雑然とした武器屋に入った。店内のあちこちに作りかけの鎧が散乱している。鍛冶職人も務める店主はいつか最強の鎧を我が手でとぼやいている。聞けば最強の鎧を作って鍛冶職人としての名を挙げれば商売も繁盛するはずだという考えらしい。しかし鎧の強度を引き上げるために必要な鉱石がなかなか入手できず困っているそうだ。店主は珍しい鉱石を見つけたらぜひ持ってきてくれと君に語る。それから改めていらっしゃいと店を始めた。店主がご用件はと尋ねてきた。最強の防具作ってくれるのかな。まさかここで。素材は見てないよね。あ、すげえ。8000。うわ。威力は下がるんだ。あ、ショートソードか、これ。騎士団正式創建。かっこいい。宿屋に行くと、店主は笑顔で君たちを招き入れた。君が宿代を聞くと、そんなものはいらないという。その理由を問うと、あなた見るからに貧乏そうだしかわいそうだからと失礼なことを言った。哀れだから。そうか。はい、そうかな。そんなにねそぐわないかな。
この街にね。で、あと、いろいろ見て、まあ武器は買わないかな。まあ、多少強い程度であれば、巫女の武器を使うかな。今のね。で、あとは装飾屋があったんですけど、こっちはね、今までの装飾屋と、ラインナップは変わらなかったんですけど、こっちがね、強化版を売ってましたね。はい。まあ、買わないんですけど、買えないんですけど、高いんですよね。守りの指輪2とかね。まあ、全部の、まあ、強化版ですね。ただ、一個一個高いし、2倍かな？元の、元というか、まあ、強化前のやつのね、2倍の能力ですね。まあまあ、でも、耐性だよね、基本は。こう水属性耐性が多分強力なんでしょうね。50% とか。カットしてくれるのかな？ 80% とか。ね、それぐらいあったらすごいけど、まあ将来的にお金がね、余るようであれば、買ってもいいかなと思いますけどもね。はい。で、あとは、この街で、おっと。この人たち、お店の人のカードがね、解放されたんで、見とこうか。武器屋の店主、柔和な笑みが印象的な鍛冶師の男性。その物腰の柔らかさと、日々の仕事で鍛えられた筋力から、周囲の人々に慕われている。怖いな。実のところ、人付き合いが大の苦手。鍛冶師なら人と話さずに済むと思っていたが、受付を雇う金が足らずに自ら接客をしている。そうか。ね、お金があれば接客すらもね、しなくていいんですけどもね。ああ、そうか。まあまあまあ。男は昔勇敢な冒険者だった。どんなに恐ろしい魔物にも果敢に挑んだという。現在はその時に集めた道具で店を開いている。大丈夫かな？あの、消費期限的なやつ大丈夫かな？道具とかさ、ね、回復薬とか。どれぐらい持つの？お。男が冒険をやめたのは、家族ができたから。島では共済家で有名らしい。冒険者の頃の面影はなく、性格も体も丸くなった。あ、そういうことか。なるほど。だから前はもっとがっつりしてたんでしょうね。がっつり。筋肉ですごかったんでしょうね。はい。体験を振ってみたいな。はい。宝石はいいわ。男とか女とか関係なく、ただ純粋に美しいことが評価されるから。ねえ、あなたもそう思わない？どうでしょうね。私がどっちかって？そんな野暮なことは聞かないでちょうだい。そう言って天使は宝石で彩られた拳をきらめかせた。あー、そうね。まあ、触れないようにはしてた、かな。ねえ。一応女性とは思、一応って言ったらあれだけど、女性と思ってはいましたけどね。はい。はい。宿屋の主人。丁寧で真面目な女性。客へ見せる微笑みからもそれが伺える。しかし愛想の良ささえも、どこか形式的だと言われることも。まあ、仕事っぽいというか、本心からじゃないというか、まあまあまあ。そんな彼女の趣味は、客室を覗くこと。はしたないとは思いつつも、出歯がめ趣味をやめられず、その時だけは心からの笑みを見せる。まあ、気持ちはね、わからなくもないんですけどね。それを見てしまった瞬間、なんか彼女の中で、これだ、みたいな。ずっとこう、泣いていた心の中が急にね波だったんでしょうね。これだっつって、はいはい、まあ仕方ないですね。まあ迷惑はかけてないんだよね。それを元に揺すったりとか、じゃなければいいんじゃないですかね。はい、じゃあ多分このミコであろう二人をねに話聞いていこう。住民たちが穏やかに過ごす中で
二人の少女が騒いでいるのが目に入る。少女の一人が、あんたのせいよと声を荒げ、もう一人は延々と泣いている。喧嘩だろうか。ん？女の子、喧嘩は良くない。罰？罰か。一回ちょっとこれ外れてみる？ちょっとね。いじめも犯罪だと、君は喧嘩を止めようとする。うん。しかし強気そうな少女は、私がこの都の法よと全く言うことを聞かない。すげえ。強気そうな少女はランカ。この島の運命を握る白の巫女らしい。巫女に罵倒されている少女の名はクリム。巫女に仕える従順な白の従者だそうだ。そうなんだ。下の子の方がなんか強そうに見えますけどもね。なんかカード持ってんのかな。うん。彼女たちは都を荒らした脱走兵の殺害という大任を命じられたらしい。すごいね。すごいね。取り逃がしたのは不出来な従者のせいだと、ランカはクリムの頭を拳で挟み、グリグリの刑に処す。痛いやつだ。ランカは君たちを寝踏みするように眺めた後、そこそこ使えそうねとつぶやく。続けて、光栄に思いなさいと前置きしつつ、君たちに脱走兵の捜索を手伝うことを命じた。巫女の器を借りる話をしたかったが、今は従うしかなさそうだ。はい、殺害ってすごいね。まあルールに厳しい町なんでしょうね、この感じからしてもね。でもやりすぎじゃない？アラメダは、まあ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 、はいはいはい、そこまで、まあスキル次第かなみたいな感じはしますけども。シールエッジ、ああ、いいっす。あ、封印か。はい。光属性なんだ。敵全体に雷。味方全員の HP を20回復して、3ターン味方の全体の HP を5ずつ回復。いいね。基本も回復薬だ。で、瞑想。味方全、あ、こっちも回復がある。すげえ、めっちゃいいな、これ。全体回復。うん。ああ、ダイスで4以上出れば、まあ、非常態。いいね。統制値。ああ、いいっすね。どうしようか。ってなると、今ね、ラティが完全にもう攻撃を捨ててんすよね。だからちょっとここら辺外してもいいかもね。うん、まあちょっとそこをちょっといじっときますね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。